ちょっと寝起きで声カスカスのゆきべです。おはようございます。今日も元気な FT さやかです。声が爽やかですね。そうです、声が出ませんね私。頑張ってもらっていいですか。寝起き10分ですね。今15分か。多分この動画の後編の方になったら私の声が整うんだと思うんですけども、うん、今日はねさやねにとっておきのやつ持ってきたから、今日はねさや姉の裏の顔を暴露してやろうと思うんですけど。わあ、裏も表もねえからな私。無理無理、ごめんけど本当ないよね。ごめん本当にない。本当ない。いやでも弱った時に出てくる弱い自分とかあるかもしんないじゃないですか。あーまあ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 、ちょ自分でも気づいてないようなね。今日それもう全部出します。わあやばい、恥ずかしい恥ずかしい。全部動画にします。あーやばい恥ずかしい。で何をするかっていうと、あなたの本性がわかる心理テストってのをちょっと受けていただこうかなと思います。心理テスト、うん、これリスナーさんも受けれるんで、よかったらコメント欄で回答して阿鼻共感していただけるといいなと思います。阿鼻共感、いやー私の本性はーみたいな。なるほどね、オッケー、かかってこいよ。本屋さんで何気なく手に取るのはどんな本ですか？ 1. ベストセラーになっている本。 2. 名作を言われる本。 3. ハウツー本。 4. 歴史の本。あ、私これもう二択だけど答え決まってる。名作、いや違う、嘘、ごめん、ベストセラーだな。一旦ベストセラー触るな。本当に大丈夫？これでもうあなたはサイコパスですって出たら知らんよ。サイコパス診断なんこれ。え、でも待って、 100% 歴史はない。私も 100% 歴史はごめんけどな、教科書でしか見えへん。その中だったら圧倒的にベストセラーを一旦見るかな。なるほどね。これはですね、あなたの野心の大きさがわかります。ベストセラーを選んだ人は人並みの野心を持っている。で名作を選んだ人はあんまり大きくない。ハウツー本は野心がやや大きい。うん、歴史の本は野心の塊。へえ。だそうなので、私とさやねはまあ、うん、人並みの野心ということで。まあ人並みだな、その中だったら。だから平和なんやろな。まあそうやろうな、うん、なんか野心がでかいとさ、方向性が合う時はめちゃめちゃ協力できるしめちゃめちゃ行動力できるけどさ、あーずれた時がね、そうずれた時が結構ねトラブルになりやすいから、うちらが割とそういうのがなかったのはその野心のでかさかもしれない。だってもうなんか別にないもん、世界征服とか。ないな、楽しければいいや。そう、友達とカラオケに行きました。あなたはどんな曲を歌いますか？ノリのいいアップテンポの曲、みんながよく知ってる曲、しっとりしたバラード。歌わない、そもそもカラオケが苦手。バラード、あ、バラード歌いそう。いや私結構さ、なんだろう、自分の好きなのばっか歌っちゃうタイプだからさ。あー歌いやすいやつ、その中だったらわりかしバラードかもしれん。私どれだろうな、私ね、なんかカラオケの序盤か終盤かで変わってくるんだけど。あ、まあそれはそう、最初からバラードはねえわ。でしょ、最初は、最初っていうか最初から中盤ぐらいというか、割とアップテンポかな。でもそうなったらカラオケ全体的には、全体的にはね、うん、アニソンなんだよ。あ、じゃあアップテンポじゃない。アップテンポ、でもかっこいい曲が多いかもしれん。かっこいい曲ってことはもうなんかアップテンポなイメージあるけど、バラードは終盤ってことじゃん。まあそうやな、腹から出す系のかっこいい曲歌ってることなんか多いかも。あ、声がでかいから私そっち系かもしれん。で疲れてくるとバラードに移行する。はい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 。でもそうだな、私アップテンポかな。なんかとりあえず無難なみんな知ってそうなやつ歌っちゃうかも。アニソンとかやったらエヴァンゲリオンとかさ。でこれはあなたの目立ちたがり度がわかります。アップテンポの曲は目立ちたがり度高くないんだって。へえ。でみんなが知ってる曲はちょっと高め。私はアップテンポかつみんなが知ってる曲だからちょい高めなんかな。高いと高くないの間、うん、普通か。うん普通だな。でしっとりしたバラードは高い。歌わないっていう人は逆にめっちゃ高い。あ、そうなんだ。歌わない選択肢はないわ。カラオケで歌わないっていうのだから高くなるのかな。え、じゃあ私目立ちたがり屋の方やな。じゃあまあでもこれはね、目立ちたがり屋は別に悪いことじゃないからね。いやいや、でも全然私目立ちたいもん、ね、分かる分かる、まあ、YouTube やってたら多分それが正解だし。うん、全然目立ちたい。どんどん見てほしい私のこと。逆に私あれだわ、もうちょっと前にこれやったらでもどんどん私のこと見てが出たかもしれない。バラード好きやったから。あー、やっぱ変わっていくもんなんだな。変わってるのかもしれないね。最近はマジでなんか無難な曲とかさ、とりあえず空気を盛り上げる曲とか、うん、そっち系を選んじゃうから。へえ、そうなんや。そうそう、変わってきたかもしれない。な、学生の頃とかなんて曲言うとね世代バレるから言わないけど、代表のバラード曲ばっかりやったもん。
いやいやでも分かる、バラードばっかり歌いたくなるお年頃みたいなのもあるよな。でもバラードかっこよく歌えるのかっこいいんだよな。いや分かる、しっぽりな。そう、人間の女性タレントに悪い噂が、それは何だと思いますか。あ、まあ、じゃあ人間じゃ、人気の女性タレントにどういうことやろうと思った今人気の女性タレントに悪い噂がどういうことだと思いますか。親のコネで有名になったらしい、悪い男がいるらしい、イメージと大違いの性悪らしい、隠したい過去があるらしい。悪い噂が流れてるんやな、それ。うん、その人にな。でもその中で悪い噂って言ったらさ、なんか性悪とかそんなところらへんじゃない。親のコネでとかって別に良くないと思っちゃうしな。悪い、うん、悪い噂ではないんだよな、うん、別にさ、悪い男がいるも別に悪い噂ではないんじゃないんだよな。なんかその悪い噂の度合いにもよるかもしれないけど、薬使ってますとかめっちゃいかんやん。いや、さすがにやばいと思う、うん、でももうその選択肢の中だったら性悪とかじゃない。私もでも性格か隠したい過去どっちかだな。なんかやらかしたらしいよとか、やらかしてるらしいよとかの噂が結構一番流れてたら、え、なんかすごい怖いんだけど。ちなみに、え、これなんか、なんかのスナイパーかなんか。スナイパー撃ってる人いるね。キー音立てて、そうやってどん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 言うて、もう時間かければかけるほど心理テストの問題忘れるんだから、内容忘れるな。敵発見。この上やな。怖いな。うわ撃たれた。うわ、うまー。ちょっとフリーチすぎた。いた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 。これちょっとかっきりけど。敵発見。うわ、かっきりされた。その角度でかっきり入るんかい。グレとかないよね。使い方がわからないこれど、こうか。武器切り替えて、あ、そう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 、こうか。え、待って、おおやおおやちょっと待ってさねちょっと待って、それでこれ隠したい過去になるよ。これ隠したい過去だ、本当に恥ずかしい隠したい隠したいよいやでもナイファイナイファイはい、ということで最後の問題のあれ は自分でも気づいていないコンプレックスがわかります。だって親のコネで有名になった人は学歴とか肩書きが高くないっていうのがコンプレックス。コンプレックスね、これ、うんうんうん、実際どうかは分かる、あの本人が思ってるコンプレックスね。うんうんうん、で、悪い男がいるらしいは愛情が足りていない、イメージと大違いの性悪らしいは才能がない。自分がそう思ってるだけね。自分がそう思ってるってことでしょ。そうそうそう、隠したい過去、個性や特徴がないうるせえな。ちなみにでもちょっと当たってるかも。え、でもちょっと私もね、あって思ったわ。うんってなっちゃった。うん、私あのこれ一応ね、回答とか見ずに題目だけ見てはいるんだけど、個性みたいなところは確かに私あの無難な感じだから、私生活も今までの人生尖った部分はなかったから確かになっていう。尖ってる、まあ尖ってるかって言われたら、まあそうそうなんだよ。なんかぶっ飛んでる部分はないから。ぶっ飛んでる具合で言ったら多分私の方が飛んでるもんな。うん、うん、才能がないっていうそのコンプレックスは私実は持ってる。持ってんだ。持ってる。でも多分才能はないわ。なんかみんな自分に対してよっぽど自信がない限り持ってそうだけど、私も別にないもん。無難にこなせるとか割とあるんだよ。その仕事は無難にこなせる自信があるとかそういうのはあるんだけど、これだけは負けないみたいなのがあんまりないんだよ私。へー、面白いね、心理テスト。感じだしね、面白いね。なんか心理テストっていうか、なんか深層心理を見るみたいな感じのテストでした、これは。目の前にシャボン玉が飛んできました。その大きさは、数は、ちっちゃいシャボン玉がたくさん、大きいシャボン玉が1つ、大きくも小さくもない 2,3 個のシャボン玉。でっかいの1個。私ね、これもう即答、大きくも小さくもない 2,3 個のシャボン玉。ほう、分かれるね。これは、うん、これは普通サイズのポポポポンって飛んできてる。答えは、うん、あなたが心の底で求めている愛情が分かります。え、ちっちゃいシャボン玉がたくさんは、うん、多くの人からたくさんの愛をもらいたい。大きなシャボン玉が1個の人は、あー素敵、一人の人から深い愛をもらいたい。おお、大きくも小さくもない 2,3 個のシャボン玉、穏やかで憎しみのない愛平和がいいってこと。過去に何があった平和がいいんだ平和がいい、憎しみのない、なんかドラマとかいらんもん私。え、面白いっていうことでした。いいな、私も一人の愛から深い愛をもらいたい。この動画旦那氏見てる旦那氏見てる、見てるということで、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。